はい、ピアンティ新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。バカヨナタ新藤辰巳です。僕ね、ラジオトークというアプリをやってまして、そちらで12分間のラジオをちょっと流して、それ毎日流してるんで、まあ気になった方は見ていただければといい、ありがたいんですけども、まあそちらの質問が来まして、昨日ね、ちょうどザ・ダブル決勝が終わって、それでお便りというね、新藤さん、これについて話してくださいみたいのがありますので、バカがあなたの新藤辰巳という名前で、お笑い芸人を細々でやっております。で、そちらのお便りをちょっと話す、こちらで話そうかなと思います。小田上田が優勝しましたね。小田ちゃんは可愛い。新藤さんは小田上田と絡んだことはありますかと。寝不足マンよりね、確かにねえ、ザ・ダブリュー、昨日ね、終わって間もなくで、まだ興奮ね、したまま、やっぱり僕もね、5時ぐらいに一回目覚めておりますよね。その引き続き起きておりますよね。確か僕も寝不足マンですよね。でも、一瞬もうめっちゃ疲れたので、1時ぐらいに一回寝ましたけどもね。ちょっと体力回復したので起きましたし。まあ、そんな話はさておき、小田上田と絡んだことはありますかということでね。まず一番近々だと、ザ・ダブル2021の2回戦のシダックスホールで、帰り際エレベーターの前でちょっと、あれ話したんじゃなかったっけ？話してなかったかな？なんか絡んだ気がするよ。もしも違ってたら、夢だかもしれない。夢かもしれない。多分絡んで、ちょっと挨拶ぐらいですけどね。うん。で、過去遡るとね、今はもうないですけど、コロナで亡くなっちゃったけど、中野ブロードウェイのね、4階にね、中野440スタジオっていうね、まあ20人も入れば満杯になるトークスタジオみたいな、トークライブで主に使ってるライブ会場がありまして、そこを毎週使ったんですよ。そこで、大喜利ライブをやった時に出演してもらいましたかね。小田上田は二人とも。で、その時に優勝したのが上田さんです。メンツは結構豪華だったのよ。それこそ、モグライダーとかも来てもらったし、チーモン長中さんとか、あれでもそこは、三部構成にして、女子の部だったかな、女子の部、あ、覚えてない、どうだったかな、三部構成にしてどうだったかな、ごめんなさい、三部構成にしてどういう出順でなってたか忘れて、一部が本当にまだそんなにオギライブ出てないメンツで戦ったような気がするんだよ。2部と3部がどうなったか。でも女子だけと男性だけとかにしちゃってたかもしんない。それの女子部の方の優勝は、だから上田さんでしたかね。うん。で、1部の勝ち上がりが2部っていう、まあ女子だけの部で戦えるっていうので、確かマザー・テラサーが勝ち上がってたんじゃないかな。だから唯一一人だけマザー・テラサーっていうのは男性なんですけど、が混ざって女性芸人に混ざって大喜利勝負するけど、マザー・テラサーは割と大喜利面白いんですけど、それもなぎ倒したのが、小田上田の上田さん。で、小田さんも面白かったですけどね。で、その3部にチーモンさんとか、モグライダーとか、エル歌舞伎とか出てもらったのかな。うん。だから別だったら確か。いや、面白いっすよ。ネタをね、見ていただいてね、なかなか、刺さるネタだったんじゃないですか。面白い。ああ、こういうネタが、ザ・ダブルが評価できる、されるなんて、素敵だなって思えるような回だったと思うんですけどもね。で、上田さんはね、声がね、すごくね、なんだろうね、聞いてて安心するんですよ。声質が。だからラジオにも向いてると思うし、大喜利を答えを出す。答えも面白いんだけど、ここの声質と安心感。瞬間芸みたいなもんじゃないですか。大喜利って質問された時の、だいたいどんぐらいですか？ 5 秒以内ぐらいでこう答えない。答えるし、だいたい。まあもっと長いともありますけど、その時に、まあキャラクターっていうのはわかんないから、声質っていうのが結構重要になってくるのかなって僕は思うんですけども、その時に上田さんが声質がすごく、で、あと言い方、
あと、的テンポも絶妙だって。で、面白くて。まあ、審査員は僕がやってたんですけど、偉そうにすいません、主催だったから。で、やっぱ圧倒的に受けてたしね。まあ、申し分ない優勝だったかなっていうところで、まあ、一回絡んだこと。で、そこでなんで呼ぶ流れになったかっていうのがね、ちょっと覚えてないんだよね。小田上田はな、でもライブで何回か会ってると思うんだよな。普通にね。それ以外が、その前後でね、俺ね、多分ね、どっちだ？小田さんかな？いや、両方いたかな？俺、小田上田と一回カラオケ行ってんのよね、確か。四五人でいて、行って、その中にね、小田さんか上田さん いたんじゃないかな。なんか、高円寺かどっかでカラオケ行ってる時に、なんか、ちょっと呼びます。さんが仲いい芸人さんいますって一緒にいた芸人さんが連絡して来たのが小田上田の小田さんじゃなかったかな。確か。から、小田さんはいたはず。上田さんいたかどうかはちょっと不明確な。多分小田さんじゃないかな。っていうので、カラオケ行ってんのよ。5人ぐらいで。それぐらいかな。なかなか、だから、会う回数めちゃくちゃ少ないけど、個人的にはね。なんかずーっと昔から知ってる感じはするね。唯一2回はもう自分の主催ライブで大喜利ライブ出てもらってるし、1回カラオケ行ってるし、なかなか距離感だよね。だから自分の中ではそんなライブ一緒になってないけど、すげー近い距離には感じるね。まあ優勝したからそんなこと言ってって思うかもしれないけど、優勝したから言ってんですよ。いやいや、そんなことないですけど、でも、あんまりなんか、あったら普通に、ああ、どうもどうもっていうぐらいの、どうだろう、うん、感じがあって。だから、なんか、気さくで素朴、まあ、気さくで素朴かな。まあ、存在感は強いから、気さくっていうほど、ね、なんか目立たない存在感ではないですけどもね。うん、あと、俺、ネタライブも出てもらってるか、センカービーチ部でだいぶ昔にやった、もうコロナ前ですよね。のも、俺、小田上田出てもらってるなぁ。で、俺、カーセックスのネタ、が見れたのかな、確か。そうか、ライブで何回か出てもらってるかもしれない。うん、本当に、なんだろう。何者でもない時にね。何者でもないっていうか、まあ、吉本にはいたのかもしれんけど。ぐらいの時にはちょっと何回も一緒になったぐらいかな。あとは YouTube のラジオちょっと聞いたりとかになってるな。うん、あとはそう、ほんとそれこそザ・ W が始まって小田上田が面白いっていうのがどんどん耳に入ってきて、あ、小田上田ってあの人らか、そういえばっていう、あ、大喜利とか一緒にやったの、そういえばっていう、カラオケ行ったなっていう偶然。うん、だから僕の中でだからサンサンズみたいなね、偶然の飲み仲間が最近テレビで出てきたみたいな。俺サンサンズって普通に芸人やってるのは知ってるけど、たまに飲みに行くあのお友達みたいな存在だったんですよ。そしたらイロハニチドリとか M1 グランプリで面白い芸人がいるみたいので、まあ多分今これ聞いてる人でサンサンズをそもそも知らない人は申し訳ないんだけど、これからちょっとあのテレビ売れそうな芸人さんがいるトリオでね。でそれがまあサンサンズであり、どういう、うん、気づいたら知ってたみたいな感じが小田上田かな。だから知り始めた時は面白いとかそういうんじゃなくて、大阪から来た女性芸人コンビというぐらいの印象だったかな。うん、で気づいたらまあライブとかで会ったりとか、まあ面白いから出てもらったりとか、うん、何やってもある程度のレベルではやってくれる人かなというのが。そうね、直接会うことって本当ライブでちょっと主催ライブで呼んで、それもだいぶ昔だからな。最近はね、ザ・ダブル去年も決勝行ったりとかして、結構世話しなく忙しかった感じはしましたしね。そうなったら意外と声はかけなくなったな。忙しいしライブも引っ張りだこかななんて、その前の状態はやっぱいろいろ面白いよね。なんか男性女性関係なく
小田上田しか思いつかないネタやってるしね。だからそこになんか評価するとかはもう存在しないぐらいのね、なんか感じありますけどね。そんな感じかな。小田上田優勝、そうね、死の小田上田と絡んだことあります。僕だから小田上田と絡んだとそのぐらいかな。そうね、これからまあテレビいっぱい出るとは思いますからね、非常に楽しみにして録画しながら見たいと思います。ということでございまして、お便り以上でございます。ということで、新辰巳のゴミラジオでした。ありがとうございました。